こんにちは。イラストレーターのののまろです。皆さん、ツアーボックスをご存知でしょうか？私のチャンネルでも以前ご紹介させていただいたこともございます。絵描きさんの間でも大人気な片手デバイスでございます。クリエイター向けに特化した設計になっていて、作業がより効率的に感覚的に行えるようになります。しかしこちら、皆さんからもねたくさんご意見いただくのですが、高くね、 39,960円となかなかお値段が張りまして、皆さんからはいいものなのはわかるけどちょっと手が出ないなとか、趣味で絵を描くからそこまでは出せないななどといったご意見をいただきました。そこで、そんな皆様にこちらをご紹介したいと思います。こちらツアーボックスライト、なんと価格が 13,413円、安い。最初そっくりな偽物と自分もちょっと思ったんですが、正真正銘本物の公式サイトからの購入価格でございます。今回はこちらのツアーボックスライトのご紹介もなんですけれども、そもそも片手デバイスってイラストを描くときにどういいのかっていう、自分がおすすめする理由をお話ししたいと思います。それから次にツアーボックスライトについてお話しします。特にこれまでのツアーボックス、ネオとエリートというシリーズなんですけれども、こちらと比較して何が違うのか、何ができて何ができないのかというところ気になると思いますので、お話ししたいと思います。そして最後に実際にこちらの絵を描いている様子をお見せして、実際に使った感じを正直にレビューしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず片手デバイスとは何なのか紹介したいと思います。右手でペンタブを持って絵を描いている時に、対になる左手で使う機器のことを指します。片手デバイスがない場合はキーボードにショートカットキーを割り当てて使っているかと思いますが、そのショートカットがデバイスに置き換わるイメージです。自由にキーを割り当てることができて、イラストだけでなくクリエイティブ活動において大幅に時間を短縮することができます。自分は普段イラストを描く仕事をしていて、これなしでは本当に時間がかかって辛抱たまりません。創作活動は時間をかけるのがいいという考え方もありますが、これは本当短縮すべき時間です。具体的にどういう時短ができるかというと、こういう戻るとかコピー&ペーストとか、いちいち上のバーを開いて操作するのは面倒ですよね。キーボードだと複数のキーを押さないといけなかったり、同じ形のボタンだと感覚的に覚えにくいので、どのキーだっけってなったりしてしまうことがあるかと思います。そういう点が片手デバイスだと感覚的に素早く操作をすることができるようになります。さらに拡大縮小や左右反転が瞬時にできるのは、イラストのクオリティを左右すると言っても過言ではありません。手動だとどうしても億劫になって、引きで見る回数が少なくなってしまうと思います。引きでイラスト全体を見ながら描き進めることはとても重要なことですので、絵描きの皆様にはこのホイールがあるタイプの片手デバイスが大変おすすめです。また別のパターンの割り当てをすることができる片手デバイスが多いです。例えば自分は普段ラフ用、線画用、着彩用と工程ごとに異なったキーを割り当てています。これを片手デバイスに登録しておくと、毎回設定し直す必要がなくなり大変便利です。絵を描くことそのものにより時間をかけられるようになりますので、これは大変おすすめいたします。次にツアーボックスライトについてご紹介します。クリエイター向けに開発された片手デバイスで、
お絵描きや動画編集、写真加工などの作業を効率的に行うためにいろんな工夫がされた設計をしています。クリップスタジオペイントだけでなく、フォトショップ、サイなどあらゆるソフトで使用が可能です。これまでにツアーボックスネオとツアーボックスエリートが発売されており、今回登場したものはよりツアーボックスを手軽に導入できるエントリーモデルとなっています。本体の形はこのような感じです。6つのボタンと2つの回転スイッチを搭載しています。それぞれのボタンだけでなくて、ボタンの組み合わせによってもキーの割り当てをすることができるので、最大50種類の操作を登録することができます。ボタンはそれぞれ感触、形状が異なっていて、感覚的に操作が行えるようになっています。ツアーボックスエリートの方はボタンが11個、ホイールが3つついていたので、ここが大きな違いですね。基本的にこのようにデスクに置いて使います。ほとんど手首を動かすことなく使える設計になっているので、疲れを感じません。本体サイズは従来のサイズより小さめで、幅 11.6cm、 奥行き 10.1cm、 高さ 3.9cm、 重量は 329g です。手を置いてみると結構大きさの違いを感じます。持ち運びにはライトの方が適している印象です。接続は USB Type-C ケーブルで PC と接続します。ケーブルはこんな風に L の字になっているので、邪魔になりにくい設計です。ツアーボックスエリートと違って Bluetooth 接続はできません。その関係上、ライトには電池を入れる部分がついていません。使うためにはツアーボックスコンソールというドライバーをダウンロードする必要があります。 Mac、Windows のどちらにも対応しています。画面はこのような感じ。プリセットが MAX で30個登録することができます。プリセットはキーの割り当ての設定ですね。デフォルトで様々なソフトのプリセットが用意されています。このように自分用にカスタマイズしたプリセットを作ることもできます。このあたりはエリートと同じです。大きな違いの一つとして、感覚フィードバック機能がない点があります。これはボタンを押したりホイールを回したりするとカチカチって感触がする機能です。あとは細かな違いとしては、エリートにはなされている特殊な塗装、UV 抗菌、対指紋加工がされていないこと、付属の本体用ケーブル用の袋が付属していないことぐらいですかね。公式サイトに別売りのキャリーケースが販売されていますので、持ち運んで外で使いたい人はこちらをご購入されたら良いかと思います。では、いよいよツアーボックスライトを実際に使ってお絵描きをしていきたいと思います。ラフです。今回ツアーボックスさんからツアーボックスライトのデータをいただいたので、これをデコっていきたいと思います。本体のカラーは黒しかないんですが、こんな絵描きホイホイなね、データをね、いただいてしまってね、ワクワクしているので、ののまろ色に勝手にデザインしていきたいと思います。さらにツアーボックスライトをイケメン化したキャラデザをしていきたいと思います。案件動画にもかかわらず、遠慮なく自分の好みを詰め込んでいきたいと思います。ライトということでショタっぽくね。そして自分の勝手なイメージとしては、ツアーボックスシリーズはクリエイティブに特化していて、至れり尽くせりな感じを抱いております。さらに細部までこだわった形状、特にボタンが独特で全部違う形をしています。スタイリッシュです。しかしながら全体的に曲線的なデザイン、これはかわちい印象につながりますね。
これを踏まえるとライト、ゴール、幼く至れり尽くせり、包容力がある、ボタンが全部違う形、装飾ゴテゴテの服、おしゃれさん、まん丸デザイン、可愛い系、おっとり系、このように連想してキャラデザインに組み込んでいきたいと思います。使用感のお話をしたいと思います。他のツアーボックス同様、机に置いた時の安定感が抜群です。そしてこのショートカットになれるまではちょっと難しいです。キーボードや自分が使っている別の片手デバイスとは操作感が全然違うので、割り当てを覚えるのが難しいです。やっぱり登録するキーの数を増やすにはボタンが少ない分、複数のボタンの組み合わせを多く使うので、そこを覚えるまでにちょっと時間がかかりますね。でも覚えてしまうと楽々な使い心地です。先ほど時短のためにいいよって話をしたんですが、それだけでなく純粋に楽しい、感覚的にツールを使えるので、思い通りにストレスなく絵を描くことができますね。ツアーボックスエリートと比較して減ったボタンはここです。なんですがホイールが2つあるのが嬉しいですね。自分はこっちにキャンバスの表示の拡大縮小、こっちにペン先の大きさの変更を割り当てています。ボタンとの組み合わせでキャンバスの回転もホイールに登録しておけばよかったなぁと後から気づきました。線画です。もしかしたらライトの方がボタンが少ないし小さいし使いやすいって方いらっしゃるかもしれません。ボタンが少ないんですが、ボタンの組み合わせやダブルクリックによっても違うキーが登録できるので、絵を描くには十分な数です。ボタンが多いと混乱しちゃうなーって方はこちらでも十分良いと思います。ただ片手デバイスやショートカットキーを使う際に注意してほしい点がございまして、ボタンを割り当てたツールだけを使いがちになってしまうという点ですね。例えば塗りをしている際に質感を出すためにテクスチャ付きのブラシを使った方が本当はいいのに、ちょっと面倒くさくなっちゃって割り当てたペンだけを使っちゃうっていうことが起こってしまうかと思います。その点はどの片手デバイスを使うときにも注意してください。塗りです。色合いはこちらの自由なデザインをさせていただいたナノマロ色ツアーボックスライトの配色をキャラクターの方にも適用していきたいと思います。エリートとの違いとして感覚フィードバックがないっていうお話をしたと思います。あのホイール回す時のカチカチっていう振動ですね。あれがなくなったことによって操作の気持ちよさとか、あと感覚を頼りにしたホイールの細かい調整とかができなくはなってはいますが、操作にそんな支障を感じるようなことはありませんでした。で、先ほどもお伝えしたようにほとんど手首を動かすことなく使うことができましたので、4時間ほどの作業でしたが疲れを感じませんでした。完成です。まとめ、ツアーボックスエリートと比較した主な違いは、ライトはボタンの数が少ない、 Bluetooth がない、感覚フィードバックがない、イラストを描くにはプロでも十分満足できる性能と品質、エリート同様ツアーボックスの充実した機能や豊富なプリセットが使える、こんなに価格差があるのでもっと機能が制限されるのかなと思っていたんですが、作業に差し支えないほど十分ツアーボックスを使えるなと感じました。以上、ツアーボックスライトのレビューでした。概要欄に公式サイトへの URL を載せておりますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルではお絵描きに関する情報を発信しています。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると制作の励みになりますので、よろしくお願いします。
それでは、ののまろでした。